どうも、愛知です。8月に入ってもね、まだ暑い日々が続いております。皆さん体調いかがでしょうか。受験生の方もそうじゃない方も、体が資本ですからね、まず体調管理のところ一番ね、こう意識して、まあ、頑張っていってもらえたらと思います。で、今回は自分が現役の時、受験生の時に、まあ、いろんな悩みを一応持ってたわけですよ。で、その中で結構今相談いろいろいただく中でね、それをすごく被ることがあって、で、この相談というかこの悩みは自分が当時ね、もう結構昔の話ですけども、33歳だから昔ですけど、思い出した時に一番印象に残ってる悩みなんですよ。あ、同じ悩み持ってたなみたいなって思ったんで、今回自分が当時、まあ、こういうことに悩んでましたよって、で、当時はこういうことをしてましたけど、今思ったらまあこういうことしてたらよかったよなんて、そんな話をちょっとできたらなと思いますので、よかったらね、最後までお付き合いください。で、何の悩みかっていうと、多分ね、誰しも一回は感じたことあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、勉強、特に受験生ね、まあ、勉強やってるじゃないですか。やってるんですけど、このやってることが自分に本当に身についてるのかなとか、これをやって自分はレベルが上がってんのかなとか、勉強できるようになってんのかなみたいな、そういう不安に駆られたことってありませんか。自分はですね、ものすごいそれを思うタイプで、毎日思ってた。やっぱり、まあ、高3になる直前ぐらい、高2の冬ぐらいに、専門学校志望から、国立大志望に変えて、偏差値も20ぐらい足んなくって、でも予備校行くお金は家に、うちにはなかったんで、自分で勉強すると。で、当然2年ぐらいは、その、受験勉強なんてものをしてなかったから、まあ、ツケが回ってくるわけですよ。で、それはもう、ツケが回ってくる自分のせいだから、だからもう腹くくって1年間はやろうと思って、まあ、それなりに勉強してたんですよね。で、当時も塾にも行ってなかったんで、こう、まあ、自分で自学をしてたわけですけど、やってましたよ。時間をかけてた。自分はその自負はあるんですけど。でも、やってもやっても伸びてる感覚がしないんですよ、毎日。でも当然ですよね。勉強なんて、例えば、これが終わったらって言ってるるるみたいなレベルアップの音楽が流れてさ、レベル上がりましたって、それ出るわけじゃないじゃん。自分で確認するしかないとか、自分でそう思うしかないわけで。で、あんまり、まあ今もそうですけど、自分に自信があるタイプじゃないんで、こう、前向きに捉えられないんですよ。自分のやってることを。でも、そんな悩んでてもさ、こう、例えばやる気が出ねえなとかさ、モチベーション上がんねえなとか思う時もありますけど、例えば、やる気が出ねえなって言って嘆いて、それを休んでたとしても、休んでたら、レベルなんて絶対上がんないわけですよ。はぁ、休憩してて、はぁ、休憩したとか、今日一日オフにしたっつって、あぁ、オフにしたから、やべえ、勉強できるようになっちゃったぜとか、絶対怒んないでしょ。まあもちろん、リフレッシュするっていう部分はできるけどさ。だから、まあ、その当時もできることというか、目の前にある参考書をもうがむしゃらに解くしかねえなっつって、まあ、他の動画でがむしゃらにやるななんて話はしちゃったけどさ、まあ、当時そんなことも思ってなくて、もうやるしかねえっていう、そう、とにかくやる、もう勉強量みたいな感じでずっとやってたんですよ。でもやれてもやっても身についてる感覚ないし、で、それでもまあ夏休み明けの申し訳ないあんま伸びなかったんで、やっぱダメかとか思ったんだけど、その後にちょっとね伸びたんだよね。で、そこでやっと自信がついて、で、また一回落ちるんだけど、その後。また落ちちゃうんだけど。でも、なんとか、結局、その、自分、東京学芸大学ってとこ行ってんすけど、なんだ、最高、マックスが、A 班一回取れたっけな ?B 班か A 班取れてて、でも直前は C 班ぐらいだったんですよね。C 班ってぐらい。で、受けて、でもなんかね、ギリギリ、なんとか後期で受かったっていう感じだったんですよ。で、まあ、今はさ、こう、塾講師もやって、教育にま、10年も携わってるので、一応、いろんな生徒を見てきて、では、そう、先生目線で、いろんな、まあ、客観的に見れるわけですよ。まあ、みんなのね、その勉強内容とか見てるときに。じゃあ、そうやってやってても、本当にどう見てんのかなって、自信が持てない子にどういうアドバイスをするか。まあ、当時の自分でもそう。当時の、配置ってか、その俺ね、俺に対して何が言えるかっていうと、自分がやってることをまず自信を持たなきゃダメだって難しいことなんだけど、でもだって今これをやるって自分で決めたんでしょ。だったらそれをやって今やってること、まあ、できないことは当然あるわけだから、知らないこともあるわけだから、一個でも多くちゃんと吸収していこうぜって、それをするしかないんだよね。まあ、人間は空を飛べないなんていう自分話はするんですけど、いきなり空を飛んでピューってさ、例えば成績の山があった時に山をさ、ピューって飛んでいくことなんてできないわけですよ。一歩一歩歩いて登るしかないわけ。だから、一問一問解ける問題を増やしていくしかない。ただ、今日例えばみんなが今勉強しましたと。勉強して新しいこと20個覚えましたと。その20個が受験に出るかどうかわかんないじゃん。言ってしまったら、出なかったら無駄になるかもしれない。言い方悪いよ。思ってないけど、でも得点には繋がってないかもしれない。その20個は。けれど、その20個ではまいち20個か分かんないけど、積み重ねて、
で、それで、たくさんのこと、20個が40、60、80、100って増えていくわけじゃん。そして、増えていくことによって、できることが増えていくことによって、受験本番に出る確率が上がっていくわけだよ。だからそうやって伸ばすしかないんだよね。だから、みんながね、今やっててもさ、本当に大丈夫なのかなって思うかもしんない。やってることが正しいのかなって思うかもしんない。でも、正しいか正しくないかなんて分かんないんだって。自分でやるって決めたことだったら、それを自信持ってやったらいい。ただ、一番大事なことは、勉強っていうのは、新しいことを覚える。そして、もう一個は、覚えたことを抜かないっていう、この二個がセットじゃなきゃいけない。それを、ちゃんとできてるのかっていう、そこのチェックだけはやろう。勉強垂れ流しみたいにやってて、やってんだけど、頭に残ってねえじゃん。それは無駄だよ、きっと。残さなきゃ、ちゃんと。そう。だからそこをしっかりチェックする。やったことが頭に残ってるかなって、昨日より今日の方ができることが増えてるかなって、知ってることは増えてんのかなって、そのチェックをしてって、それをコツコツやっていくことで得点アップにつながるの。いいかな。だからね、もう本当にね、それをアドバイスしたい。俺は当時の自分にね。すげえごちゃごちゃ考えちゃうの。今でもそうだけど、ごちゃごちゃ考える。で、ごちゃごちゃ考えるとね、ペンが止まるんだよね。で、勉強やっててもさ、ちょっと違うところに持ってかれるでしょ。みんなも勉強やりながらさ、ああ、これでいいのかな、やってること、本当に伸びんのかな、受かんないんじゃないかな、とか思うことあると思うんだよ。思ってもいいんだって。思うよ、不安だもん。だって受かりたいんだもん。そう、頑張ってることだから。でも、ペンは止めちゃダメなの。集中できない時もあるよ、きっと。ごちゃごちゃ考えちゃって集中できない時もあるけど、それでも、今やってる問題、これはできるようにしようって。そうやって切り替えていく。一個一個やるしかないからね。そう。でも特に8月入ったこと、でもこの時期でね、夏休みの真ん中くらいにやってくると当然それを思う。で、それに心を侵食されちゃうと、この夏休み後半がね、だれちゃうんだよね。で、だれて流れてさ、20日間とか無駄にしちゃったら、これ本当にもったいなくなっちゃうから、ぜひ、今自分が決めてやってることを自信を持つというか、これをやるしかねえんだって、一個ずつ覚えていくしかねえんだって思って、ぜひね、夏休み後半って、まあ中盤ですけど、中盤後半頑張ってもらえたらと思います。